大見鉄道も、8 3 5系電車は、大見鉄道に、かつて在籍していた、通勤系電車である。本校では本形式と出自を、同じくし、本形式と固定編成を組んだ、区派線2 1 0型についても記述する。京急400型が、車体更新を施行した際に不要となった、旧車体を、西武所沢車両工場を通じて4、両分購入し、 1966年から1967年にかけて自社工場で改造の上竣工したものである。入線に際しての改造項目は以下の通り。両運転台化された二両については増設運転台側は貫通構造のままとされ、貫通ホロワクを避けるために一段上がった得意な雨戸井形状も不変であったことから、前面から受ける印象は前後で大きく異なっていた。 また、両運転台車については、前原より運転台直後の座席を撤去して、窓内側に保護棒を追加し、郵便荷物合わせ作り車である、模湯二0の代用として運用されたこともあった。なお、車席長は模百三十五区破千二百十は模百三十三型も、破百三十三区破千二百十六の改造名義とされ、百三十六点一三七は、 自社工場性の新車扱いとされている。もは135区線2 1 0は、事実上固定編成として、もは136.137は、多賀線などにおける、区間運用もしくは増結用車として、大きな改造を受けることなく運用された。しかし、車体の老朽化が進行したことから、もは135区線2 1 0が500系も、 は504区は1504に名義を譲って1978年6月30日付で事実上廃者となったのを皮切りに1981年5月にはもは136が500系もは505に名義を譲り最後まで残存した派もは137も1983年5月に500系もは506に名義を譲って廃者され本形式は形式消滅した ありがとうございます。